上はダメですよ、私のマスター思いですか？私は眠りません。眠るという機能を持っていないのです。ですから今回のスリープモードであれ、どれだけ体を休めていたとしても、意識だけは常に覚醒状態にあるのです。それなのにあなたはあんなにも好き勝手にゴム体に。顔に触れて、首筋に触れて、唇と胸にはなぜか触れませんでしたが、私の子宮の真上であんな風に寝そべったりして、どういうして私どれだけ恥ずかしい。探索対象にしていいだなんてあなたに言った覚えは一度だってありません。ありませんよね。それとももしかして私がスリープモードで自己診断するよりも前に何か言っていましたか？言っていないはず。私そんな願望、いえ、おかしなことは絶対。私はまだ何もしていないのに、私から落ちて死なれてしまっては困ります。本当に困りますから気をつけてくださいね。え、私は構わないのですが、その楽しいのですか？それは私の体を大変気に入ってくれたのですね。サーヴァントとして誇らしいです。ではもっと楽しんでいただこうかしら。スライダー、滑り台がお好みでしたら、フリーフォールやコースターもありますので。いいえ、ご遠慮なさらず。私は探検対象になるような女ですもの。あなたが謝ることはありません。だって私もこれからたっぷり思考実験をするのですから、どうかお楽しみよ、私のマスター。思う限りもてあそばせていただきますね。